こんばんは。お疲れ様です。ゲリラです。まあ大体いつもゲリラなんですけど、今日は公演がありまして、公演から帰ってきたところでございます。ポニーテール、今日はちょっと髪の毛の長さが足りなくて、この高さでしかできなかった今日の声めちゃめちゃ良かった。嘘、嬉しい。なんかね、公演はね、いつもダンスの先生に今日はこういう風に踊ろうみたいな、なんかテーマみたいないただくんですけど、それをね意識しながらやっております。今日のテーマはミュージカル今日のテーマはミュージカルです。だから鼻だれとか頑張りましたミュージカルしやすいやつは鼻だれ減点、まあいろいろあるけど一瞬のスリルとかそこらへんですかね。サラピにお尻アタックされてた。そう、なんかすっごい吹き飛ばされてボーン、 0.5 番ぐらい吹き飛ばされた。多分40センチぐらいですか、ね、細かく言うと。なんかよく吹き飛ばされるんです。よくっていうか、あそこまで吹き飛ばされたのは初めてやけど楽しかった。平日なんですけど、すごいなんかカメラ目線で話してほしい。カメラ目線で話したらこうだけど、こう話したらコメントが見えないんですよ。コメントがこっちなんですよ。私がなんでこっち向いてるかって言われたら、コメントがこっちだからなんですよね。全然こっちを見てもいいんだけど、こっちを見るとみんなのコメントは見えなくなってしまう。そうなんです。今日は皆さんに見せたいものがあって、あのね、今日いただいたんですけど、見てください。アイスボックスのクリアファイル、私はここにいます。全力アイスボックス。腕の長さがみんな一緒。そうなんですよ、これね、奥に行くほど台に乗ってるんですよ。これは身長を合わすために、だから揃ってますよね。このメンバーにオキポいてくれて嬉しいね。私も選ばれると思ってなかったからありがたい本当に。あとはこのアクスタをもらいました。開封して、しかも全員分なんですよ。
全員分の送った。すごくない？飾ろうかなと思って。飾ろうか親にあげようか迷うんだけど。7人もいる。とりあえず自分の分。ちっちゃ、かわいい。私がちっちゃい。そう、これが皆さんの元に当たります。サイズこんぐらい。めっちゃミニじゃない？ミニミニマム置きポ。見えるかな。うんうんうん、かわちなんかめっちゃ指紋つけそうで開けれないんだけど、こんな感じで各メンバー各々あります。ぜひね、皆さんの元にこのミニマムな私が送られますように。ちょっとしまっときます。この板の状態でもいいんだよね。なんか組み立てなくてもこの板の状態で結構かわいい。よいしょ。買ったけど応募するの面倒だったからしてない。しなさい。もったいないもったいない。しなさいしなさい。ちょっと飲み物飲もう。しゃ。今日のお供は。アップルティーなんだけど、ちょっと待って、ストローが開かない。こういう時ガンガンガンってしたいんだけど、ちょっとうるさいかもしれないからミュートしとこう。はい、できました。アップルティー。ああ、まだ公演終わりに染み渡りますね。今日のお供飲み物枠なんてあるんか。ありますあります。配信中の飲み物のお供がね、まあ、大体水かお茶なんですけど、ティーも好きなので今日はティーでございます。うん、山中湖楽しみしてますね。スパーク楽しみ楽しみ。 STU の公演はじめましてでした。嘘、ありがとうございます。どうでしたか。結構今日声出しが熱かった。すごいなんか結構なんだろう、ちょっとノリのいいファンの人が多かった。だからすごいなんか笑いが MC とか笑いが起きてました。今日メンバーもなんかちょっとあんまないメンバーっていうか組み合わせ、うん、なんかお見送りがリネタンからで、私2番目だったんですよ。うつみおき、いつもね結構あ行がめっちゃ ST 多いから、だいたい結構前半だけど、最後の前半のラストらへんなんだけど、今日は、うん、2番目でした。リネタンの終盤のギャグ何だったの、聞き取れなかった。今日リネタンが言ってたのは、え、なんて言ってたっけ、なんかよく分かんないこと言ってたんだよね今日リネタン。ずっとしかもマイク通して、なんだっけ、マイク通すのは悪いことじゃないけど、え、なんだっけ、ピエンマンジピエンマルドスコイノスケみたいな、
ピエンガオカドスコイノスケ、それだ。意味わかんないこの字面見ても、なんか最後の曲になります、皆さんファンの皆さんがえーって言ったら、ピエンガオカドスコイノスケってなんか私の目の前でなんかボソッとマイクに通して言ったんですよ。意味がわかんない、すごい。でもそしたらファンの人もドスコイノスケみたいな、いやそんなそんな、なんていうの、なんていうんだろう、流行ってんのそれみたいななんか聞いたことないんだけど、リネタのツイッターさやばいよね今日もすごいツイッターっていうかツイートがさ、もうリネタンのツイートの書き方アレン様すぎる、ちょっとちょっとリネタンやばい、解読するのめっちゃ大変あれ。面白いけど、いや面白いよね、挨拶はめちゃめちゃ丁寧。え、そうよ、リネタン毎回こうダンスの先生とかに注意されたら、はいかしこまりましたって言うんですよ。でもツイッターはマジで読めないね礼儀正しいんですよ。いやでもやばいけどね、そうなんです。でも聞いてないんじゃないかなと思っちゃう、返事めっちゃいいけど話聞いてない説私の中で浮上してる返事、まず返事をしてるんじゃないかっていう私の中の説。まあでも返事がね、挨拶大事ですから、もうそれだけで十分なんですけどその説合ってる気がする。いや本当にね、ちょっと検証したい。かしこまりました、煽ってるまであるいや多分本人は真面目に言ってると思う。面白いですよね、面白いです、うん、いやにしてもね今日は公演楽しかったね、うん、夏なのにお肌白いね、日焼け対策頑張ってるよ、日焼け止め塗ってるよ、公演楽しかったな。まあね、今週はねまた過活もありますからね。めっちゃパッツンですね。え、そう、なんか結構メンバーに言われました、あの髪の毛切りました、割とちょっと前からパッツンにして、うん、なんか幼くなったって言われた。まあね、前より分けてたらね、ちょっと大人っぽくなるけど、ちょっとこの長さで分けたらちょっと変なんですよね。もうちょっと伸びてから切らねば。パツンかわいい、虹、まあ多分すぐ伸びます。でも最近本当に湿気もすごいから短いぐらいでちょうどいい、なんか長いと巻きがすぐ落ちちゃう、うん、ギフトありがとうございます。短冊のギフトだ、これ短冊ギフト、いいね。そうなんですよ、サラピも前髪切、私も切りましたって言われて、ちょっとだけ。でもサラピってなんかいつも一緒だから
全然気づかなくて、えみたいな、サイゼリアの間違い探し並みなんだけどって、カールがない、カールがないって言ってた。分からん、鉄壁の前髪、え、そうなんや、なんか違いが分かんないけど、なんか違う、切ったらしい。高校の頃から一緒だそうで、いやね、サラベ変わんないもんね、全然いい意味で最初から垢抜けてる。そうそうそう、私はねパッツンだとね鉄壁じゃないんですよね、割となんか前髪分けてたら割と なんて言うんだろう強度保たれるんだけど、パッツンだとねなんか汗をかいた時にスプレー振りすぎてたらちょっと汗かいた時があんまりよろしくない形になるんですよ、なんかトゲトゲみたいな。だからあんまりスプレーをしないで公園に臨んでるんですよ。だからねあんまり強度は良くない、ここにここしかスプレーしてない、ここまでしちゃうとここがなんかトゲトゲになる、なんでトゲトゲってなるかもしれないけど、トゲトゲになる、なんかこういう V 前髪になる、なんか毛先がV がいっぱいみたいな、こういうそれがちょっと嫌だからあんまりスプレーしてない。なんでそうなるかはあんまり理解してないんですけど、うん。例えるならね、あの夏休み、僕の夏休みの僕くんみたいな、まあ、僕くんもいろいろいるんだけど、あの一般的にパッて思い浮かぶ僕くんみたいな。分かりにくいかも、あのキレイキレイの男の子みたいな、ハンドソープのパッケージの男の子みたいな、ああいう感じになるんでした。全然伝わるか分かんないけど、まあまあまあ一部に伝われば。分かった、本当に分かる。ハロー、オキちゃん、レス知らなかった話受けたよ。そう、最近ね話すようになった、今日の MC ね。今日自分のファンの人割と後ろの方に固まってたかも、前にもいたけど後ろの方が多かったから、すごいこう間を縫ってレスしたんやけど、気づいた気づいたかい。女の子とかがさ、こう前の男の人とかが結構ちょっと大きかったらさ、もう女の子の自分のファンの子がさ、こう向こうもこうして私もこうしてみたいな、なんかちょっとじわじわきた。距離があるレス尊い。尊ばれた。尊ばれた。いやでも今日自分のファンの人以外も優しかったな、なんかレス見たらめっちゃ笑顔でこうって楽しいんだろうなって感じだった。私も楽しかった、ありがとうございました。店員さんみたいな挨拶ありがとうございました。
いやツアーもどん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 楽しみになりますね、うん、くちゃんと目が合ったらそりゃね、本当ですか本当ですかね。推し以外のレスは笑顔でやり過ごす、そうやってやり過ごせてるどういうこと、逆に推しのレスどうやって、どんな顔してるの昨日映画の説明一回見ただけなのに分かりやすい。おきちゃんすごい、映画見に行っておきちゃん紅茶よく飲むけど好みあるの、なんかハーブティーとか花系以外だったら割と飲んでも好き。何飲んだの？アップルティーです、ありがとう。あずみんを褒めていただきありがとうございました。あ、ね、そう研究生ね、うんうん、よかったよ、直接言えてよかった。いやね、次のメンバーの初日も楽しみですね。なんかでも一番徳島がちょっとあのステージがちょっと狭いっていうか、一番奥行きがないところからスタートだったから、なんかこれから割と広く踊れるっぽい。あそこで16人やってたってすごいよね、私行ったことないけど。徳島いいですね、徳島行ってみたいな、あんまり行ったことないんですよ、うん、今週岡山、あ、そう9日かな確か。60ピッチだったらしい、60ピッチやばい、すごいね徳島 60? だゲバントが70か75なんですよ、でだいたい80で広い時は90ピッチなんですけど60大変だすごいね、でも、ね、熱量とかめっちゃ伝わりそうでいいね、そんぐらいのキャパも狭いければ狭いほど大変、なんか狭いと番号がめっちゃ細かくなるから若干大変かも、なんかその点1は本当に必要なのかみたいな番号を覚えないといけない、なんか普通だったら例えば90ピッチだったらその0からセンターから1番が90センチあるんですけど、90ピッチだったら広いから1番 1.5 とかでいいんだけど、2番とかなんかちょっと狭くなるとなんか 2.1 とか 2.1、ゲバントとかも若干ピッチがちょっと狭いからちょっとだけ番号が変わる曲とかによって、そうなんか1列になる振りとか 3.3 とかなんかそう変わる、普通の時は 3.5 だけどみたいな、なんかそういうのが、エリオンとかちょっと大変だったらしい、私はエリオンで花だれやったことないからあれだけど、うん、そうちょっと細かくなるから覚えるのが大変。おきちゃんが好きな会場どこですか？16人だったら
ブルーライブが一番踊りやすいかな、広島でやる分には。でもゲバントもまあ好きかもな。ゲバント、ファンの人の顔がめっちゃ見えるのはエディオンとか、まあ、エディオンは奥行きがあんまりないんだけど、広さ、横はめっちゃ広いけど、うん、クワトロは6人でやるのにはめちゃくちゃ広い。16人だと多分やばいかも。ポニーテールのユニットのきちゃんに見とりました。嬉しい、今日ポニーテールでポニーテールなんです。まあ曲的にはほどいてるんだけど、そう、エディオンはね結構いいね。でも奥行きがないから V のフォーメーションとか結構もうギュウ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 、めっちゃ緊張した。緊張しますね、うん、でも次の公演も楽しみです。お待ちしております。待ってるで、今月だツアー始まってしまう。今月だ。あとフェスも結構いっぱいある。楽しみ。でもあれよ、お話し会が今月で終わっちゃう。それは悲しい。ラストお話し会。4月めっちゃあるなと思ってたけど、なんか4月以降は全然ない。2回とか毎月1回とか2回とか。ピエンピエン、神戸で次の発表あるかな、あるかな。個人的に自分もツアーで発表あるんじゃないかなって思ったけど、全員いないからなさそうじゃないって思ってしまった。初日は、そこはリネタの使わないんだ。もう一瞬で忘れちゃったよ。なんだっけ、ピエンの助なんとかなんとかみたいな。もう一瞬で忘れる、覚えられない絶対。なんだったっけな。オキシャの誕生日にお話ししたいね。お話ししたいですね。ピエン顔かな、出てこないよピエン顔かなんて。出るわけないね。ドスコイ、ピエン顔かドスコイの助だ。もう無理だね。交わることのない言葉同士が間違ってしまった感じがすごい。君の名はだね。握手会復活するかもね。あーどうやろうね、するかな。でもしたらめっちゃ嬉しいよね。もう2年以上握手のない時代だったから、もしね握手があったら握手会したいね。したいね。オンラインも残りそう。いやオンラインね便利よね。なんか遠くの人とか、うん、握手会行ってみたいね。
手できますようにだね。願っとくわ。おきちゃんと握手したことない？あら、知らないのね。じゃあ私の手のひらの感触を。クマありがとうございます。知らないのね。握手会行ったら認知されるの。なんか何回も来てくれたら絶対覚えると思う。ぜひぜひ。最後の握手は今治のイオンモールのリリーメか。いや、最後はね、神戸だったかな。神戸のイオンモールだったかな。惜しい。それがラストか。気絶すると思う、握手したら。意外とね、しないよ。意外としないよ。割ともうよっぐらいの、なんかもうキャーみたいな感じで来る人ほんと少ない。たまにいるけどね。なんかすごい緊張して来てくれる人、なんか嬉しい。でももうなんか大体よっすーみたいな感じ。もう全然そんな感じ。軽っって感じ。よっすーウィーみたいな、ウィーみたいな感じ。隠してるの全然、絶対隠してないよ。本当に本当にマブダチかってぐらい。なんか逆になんか、でも初めましてで、そっちなんかそっち系のタイプの人もいるんですよ。そのユスみたいな、その人は私の中でこの人は歴戦の勇者だって思う。多分もう握手会にめちゃくちゃ慣れまくってる、きっと子さんの強者だって思って、逆に緊張した。わーって。だいたい普通の人は、あ、おじゃましてみたいな、いつも見てますみたいな、よっすーみたいなの人もいるんですよ。私はその時にこうやっぱ慣れ始めてるから、握手で、あ、この人は絶対もう何十年と AKB とかを応援してた人だって、あ、なんかすごいね、わかる。アイドルみたいな、コミュ力がすごい、ベテランって感じ。握手会で握手しない人とかいた？え、全然いる、いるいる。なんか、あ、握手はいいみたいな感じの人いる。なんか逆にそういう人も逆に強者感なんだこれはみたいな、逆張りかと思ったの最初は。逆張りオタクか、なんか全然そんなことない、なんか、あ、もういいよいいよみたいな感じ、なんか、え、みたいな、強者やって思う。握手に慣れすぎた強者だってそれはそれでいるいるいる。全然なんか普通にも話したいだけ、なんか用事があるだけみたいなとか。そう、握手会の時代、それもそれで強者やと。あおいーみたいな。そうなんよ。お話し会になりすぎてその気持ちわからなくもない。確かに、そうなんかな。私だったら絶対お金払ってたら絶対握手したいけどな。
だからなんかすごいいっぱい行ってて、もうそういう問題じゃないん、そういうレベルじゃないんだろうなみたいな、なんか、うん、って思った。逆に すごいすごいある意味すごいってやつ、しないの？え？って言っても、もういいみたいな本当にいるんですよ、そういう人も。そういう人もいます。オキポは SDA の誰と握手したい？もし私がファンだったら絶対さやかりんに言ってる。私がファンだったらね、 STU のファンだったらさやかりに行ってる。ふうさんも絶対行ってたし、ファンの心で言ったら、ちほちゃんも行ってみようかなってなると思う。多分やっぱちほちゃんもとりあえず行っときたいやっぱりみたいな、王道っていうか定番どころもやっぱり。でライトな感じだと誰だろう、わかんないな、難しい。なんか今メンバーとして見てるから、なんか話したら楽しいだろうなみたいな人はいっぱいいるんやけど、誰だろう、難しいね。まあ、とりあえず自分の好みだとサイクリンかな、アンピーもめっちゃ好きで顔も好きなんだけど、なんか割とチーカーの部分で推しメンになったところが結構大きいから、どうだろうな、メンバーじゃなかった場合アンピーのそのチーカーの部分を知れたんだろうか、わかんないな。サラピ、いやサラピな、サラピ顔は好きなんやけど、顔はとか言ったらダメやけどまたヒップドロップされる。なんて言うんだろう、なんかどんな感じなんだろうね、知らないからちょっとあれだけど、なんかあのウェイというか、なんて言うんだろう、あのメンバーのあのサラピのままなのかな、握手会でもあの感じなのかな、私の知ってるサラピのままなのかな。だったら私はド M ではないから言わないかもしれない。でもなんかサラピのお話し会の声とかたまに聞こえてくるんですけど、なんか楽しそうだなって思う。すごい、なんて言うんだろう、なんか冗談のなんて言うの、怒ってる声とか聞こえてくる、あの冗談のね、なんかそういうやり取りができるメンバーちょっと羨ましいよね。なんて言うんですかね、いじりみたいな。でも私アイドルとそんな関係なれるかな、もしファンだったとして。なんか割とあるかもしれない、ライトなファンだから。うん、覚えられないかもしれない
みちさんはどうなん？みちさんも行くと思うよ。今日さ、今日の公演のサラビのファンの人結構面白かったね。なんか吉田さら？コール？それなんやみたいな。コールっていうかサラピーとかじゃないんやみたいな。フルネーム。今日ちょっと公演見た方は分かるかもしれない。まあ考えてみたけど、やっぱそこら辺かもしれない。もし自分が STU のファンで握手会あった時に行くとしたら、多分そこら辺がさやかりん、千代さん、みちさんとかかな、な気がする。うん。でもあれやか、あの皆さんみたいに多分いっぱいは来れないと思うよ。だから多分本当に自分の中で考えて考えて3枚だけとかになりそうな気がする。そんな全員とみたいなのはさすがにできないから、徐々に開拓していきそうな気がする。次はこの3人だけみたいな。3期生ちゃんはどう？3期生まだあれだからな、まだあんまり分かってないからな。でも逆にファンの人と一緒の状態かもしれない。そういうところが、ソラハとかマイちゃん行かないの？でもまいちゃん行きそうだし、ソラハはなんか女の子へのなんかレスがすごいっていうか、なんかめっちゃ優しくしてくれそう。なんかお見送りとかでもすごい女の子にすごい神ファンサーなイメージなんよ。なんかすごい聞こえてくるんよ、あーかわいいねみたいな。なんかすごいもう大きい声がめっちゃ聞こえてくるから、多分そのお見送りとかでもしソラハがそれを私に言ってくれたら、もう沼っちゃうね。ちょろいから私も。沼っちゃう気がする。でも今のソラハが私に可愛いねって言ってくれる未来が全く見えないんですよね。未来が見えないんやけど、それは多分メンバーだからだね。うん、メンバーだから。私逆にさ、その女の子でもさ、なんかうわかわいいねとか、なんかそのあんまないからさ、なんか割とどっちにも同じような接し方をさするからさ、なんかかわいいやり取りはあんましたことない。なんかこうイメージ、女の子のファンとのやり取りのイメージ、え可愛い、え可愛いみたいな、ああいうのがない。あんまやらない。一回やってみたいから、私のあの女の子のファンはあのフリフリの格好でちょっと今度来てください。フリフリの格好で来てみてください。やりましょう、ぜひ。やりましょう。無理やでって。待ってるよ。だからあんまいない、その
なんて言うんだかな、量産型系の子があんまいない。フリフリの格好で行きます笑ってまう。そうなんですよ、楽しいけどね。でもね、キちゃんのファンって美大生みたいなイメージある。美大生、私の中の美大生のイメージがそんなないから、それはあんまりちょっと共感できないけど、どういうあれ美大生のイメージって逆に何ある、変わってる的な。いや、ちょっとあれかな、誰かな、美大生でした。美大生がおったよ。STA で女子のファンが多いのは誰なの？前はダントツコッコさんだったんやけど、今は誰だろう。でもあの女子女の子だけのバスツアーやるじゃないですか、今度岡山のヒルゼンで。あのメンバーがそうなんじゃないの、女子のあれなんじゃないの、女の子を系するメンバーなんじゃないの。ちゃうのかな。なになになに、オキちゃん行かない、オキちゃん行かないよいやちょっと楽しそうではあるけど、オキちゃん女子受けしそう。私は女子受けはしない。ただあのユリが好きなユリ姫たちがめちゃ多い。姫女子多い。どっちかっていうと、女子受けするの？いや、するでしょ。いや、しない。しないよ。しないしないしない。私割とアイドル好きになるメンバー、女子受けする、ま、かわいいメンバーが好きだから、そんな時に自分を押そうと思わないから、逆にちょっとなんて言うんですかね、変わり種っていうか、うん、だからそうやね、男性が多いか。いや、そりゃ男性だけど多いのもね。なんか男性の中でもなんかちょっと変わった人たちが、なんだろうね、ルイ友もしかして、なんか変わってる人たちが多いんだよな。もうそんなエピソードとか言い始めたらキリがないけど、この私から見ても変わってるなんて。もうマジ一個っていうか、一個どころじゃないんだけど、じゃあ例えばどんな変わった人が来ますかって言った時に、
1個じゃ強烈エピソードね、お話し会でオンラインのねお話し会で、あヤッホーみたいな、その顔だけ映ってるんですよ、でヤッホーみたいな、なんかそうなんとかでただって会話するの普通に、でもなんかバシャ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 みたいな聞こえるんですよ、え何してるのみたいな、あの普通にカッターシャツ着たワイシャツ着た人がね、今お風呂入ってるみたいな、みたいな、バシャバシャバシャみたいな、よく見たら汗だくないよ確かに、そんな人いる？しかも一人じゃないんだよ、しかもその友達同士とかでネタで示し合わせたとかじゃないんだよ、一人とかじゃなくて二人三人知り合いでも何でもない人たちが思うのやってるんよ、すごくない？これで変わってないとは言わせないね、しかも被ってるしネタがそれで被ることあるんだなみたいな、そうですね、まあ、そういう人もいますね、推しに似たんですね、いやほんとね、ルイは友を呼ぶってやつですね、ルイ友です。私もねお風呂ね入ったことあるから分かるけどね、超重いんだよ濡れた服って、もう本当にうわ出るのも一苦労、うわうわよくやるなって思いますね、やばいもん、事故らないでねいやなんか他にもいろいろあるっちゃあるんだけど、まあまあやめときましょう他にやばいユピは、いやなんかそんなん言い始めたらキリがないぐらい、なんか私のファンの人はよく言って個性豊かな方々、悪く言ったら変な人ばっかりだから飽きないね本当に、うん、飽きることはないですね、驚かされることが多いです、お風呂に入ってよく NG 出なかったね、ね受付の人になんて説明したの、逆にその受付の人との会話を聞きたいもん、もはや私とのお話し会じゃなくて受付との人との会話を見せてほしいどんな真面目な顔してるの、それは一体一体の気になっちゃいますね、受付では気づかれないようにしてたのかな、いや気づくでしょさすがに、バシャバシャ言ってたら、お風呂ですで通るよお風呂ですって通るらしい、それもすごいよね、ファンの人が普通だと物足りなくなってそうだね、いやそれがだから変な人が多いから普通のなんていうの、常識的な常識的なって言ったらあれだけど、本当に普通の会話のできる人が来た時になんか白米みたいな、なんか味が濃いものが立て続けに来た時に白米が来るとありがたいじゃないですかあ白米だみたいな安心感が、だってすごいんだもん本当に、なんかもう今度そのエピソードだけ集めて話したい、ち多分話されて怒る人がいないと思うんですよ、そのそういうことする人たち本当に毎日サプライズみたいな、本当にだからちょっと言いたい、色々とすごい人たちが多い、今度ねちょっと思い出せる限りは思い出したいですね
ハロウィンの日とか結構すごいイメージあるな、白米たち、エンターテイナーね、なんかやってたのかなって思う、 YouTuber 的な。炊きたてで会いに行きます、ぜひぜひ。漬物枠空いてますか？空いてます。何漬物枠ってどういうこと？あっさりってこと？漬物枠全然空いてます。何でも空いてます。あの主食も空いてます、白米も空いてます、味噌汁も空いてます、何でも空いております。いやでもそんなお話し会、まあお話し会、うんそうだね、お話し会も7月でラスト来ちゃうからね、楽しみに待ってます。まあね、またいずれ次のシングルとかでお話し会とか握手会が受付あれば、皆さんいつでも白米でも、ね、油物でもなりに来てください。じゃあちょっとそろそろ終わろうかな、時間がね58分、あるか。では壇上を読みます。10歳シュージーさん、12位タオさん、11位アチャさん、10位スギヤンさん、9位ジェリーさん、8位バンボイさん、7位カズノイさん、6位50代独身さん、5位テリーピーさん、4位がマッカさんでした。そして3位がホックさん、2位がトートーさん、1位がコバチャさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。そして壇上の皆さんも、コメントの皆さんもありがとうございました。今日はね平日だったんですけど、花だれ公演見てくれてありがとうございます、ね、配信でも見てくれてありがとうございました。ツイッターとかで感想を見ました、見ました。生まれてきてくれてありがとう、すごい感謝された、ありがとう。こちらこそ皆さん生まれてきてくれてありがとう。またうん、ありがとうございました。ゆっくりねお休みください。バイバーイ。明日も頑張ります、私も。おやすみだって、おやすみ。ゆっくりお休みください。ありがとうございました。この、あと1分ぐらいかな。